こんにちは。私の名前はゆめこと言います。実は私魔女なんです。魔女でありながら今日ここでカフェをオープンする方になってるんですよ。というわけで魔女ゆめこの不思議カフェオープンと。よし、やっとオープンしたぞ。誰か最初のお客さんは来ないかな。あー、喉が渇いたな。あら、喉が渇いたという方がいらっしゃいました。え、誰？あ、私魔女のゆめこというものなんですけど、今日ここでカフェを今ちょうどオープンしたとこなんです。カフェ、はい、もしよかったらお客様第1号になっていきませんか。サービスするよ。サービス嬉しいな。寄っていこうかな。やった。じゃあいらっしゃいませ。駅はその辺で立って待っててください。立っとくの。ちょっと椅子届かなくて。はい、まず最初はお水ですよね。はい、こちらコップになります。 ありがとう。サービスで店長自らお水を注ぎたいと思います。はい、はい、お水どうぞ。お水入ってる。あ、ちょっと、何なのかな。でもいいか。お水いただきます。はい、ダメです。なんで？実はそのお水さっきトイレで汲んできたお水なんですよ。やだ。やですか。美味しいのがいい。じゃあ私の魔法で美味しいお水に変えてあげるのでちょっと待っててください。はい、では魔法をかけたいと思います。いきます。チチンブイブイのブーイ。かかった。かかった。美味しくなった。どうぞ。はい、じゃあいただきます。豪快にいっていいよ。あれ、あれ、あら、お水ないよ。あれ、お水どこ行った？あ、ちょっと私の魔法を間違えちゃったかもしれないです。お水なんだ。ちょっとアハハじゃないよ。お水が飲みたい。あ、わかりました。新しいのができますね。びっくりしたな。お水がなくなっちゃったよ。はい、お水どうぞ。ちょっとちょっと、今度はグレードアップして。はい、素敵なカップに。ありがとう、いただき。ちょっと待って、何、これだけしかないの？ダメですか？ダメダメ、一気に飲みたいからもうちょっと増やしてほしい。仕方ないですね。わかりました、増やしてきますよ。よいしょっと、注文が多いですね。いやいや、お水これだけじゃ足りないよ。はい、じゃあお水用意したんですけど、まあさっきと同じでトイレのお水なので、また美味しくなるように魔法をかけていきたいと思います。はい、いきます。はい、チチンプイプイのプーイ。よーし、これで魔法かかったと思うので、いきます。よいしょ、増えた増えた。はい、ちょっとピンク色だよ、見て見て。そうですね。でもね、私ね、水が飲みたい。水が飲みたい。水が飲みたいし、まだもうちょっとこれだけじゃなくって、もっといっぱいにしてほしい。もっと欲しい、うん、もっと欲しくて、透明がいい。そう、仕方ないですね。わかりましたよ。まったくまったく、注文が多いんだから。よいしょ、じゃあまた増やしますけど、透明に戻るように魔法をかけるので待っててください。いきます。チチンプイプイのプーイ。透明に戻れ。大成功。すごい、透明、お水になったし、なみなみだね。はい、どうぞ。今度はいただきます。なにこのなんか臭い匂い。そうですか。臭い臭い。あ、トイレの水に戻ったんだ。トイレの水じゃなくて、美味しくしてって言ったでしょ。すいませんね、トイレもダメ、もうダメだ、このお店。お水って言ったらトイレの水しか出てこないから。そうだ、ジュースにしとこう。あ、ジュースならすぐ用意できます。ジュースあります。何がいいですか？ね、もうすっごく喉乾いたので、私レモンジュースがいいです。レモンジュース、少々お待ちください。レモンジュースね。レモンジュース、レモンジュース、これかな。よいしょ。はい、レモンジュースお待たせしました。うわ、ちょっと待って、これ何色？レモンジュースってこの色じゃないよ。え、この色じゃないんですか？レモンジュース何色か知らないの？うん、ちょっとわかんない。レモンジュースはね、ちょっとね、黄色の爽やかな感じ。あ、黄色の爽やかな感じなんですね。確かにちょっと違う色ですね。草みたいだよ。わかりました。私の魔法で美味しいレモンジュースに変えるので、ちょっと待ってくださいよ。できるのかな。やっちゃった、グラスを用意。
壁に魔法をかけたいと思います。せーの、チチンブイブイのブイ、おいしいレモンジュースになーれー。はい、できたー。ちょっとちょっと、ほらレモンジュースができてる。おいしそう。やればできる。ほんとだ、すごい。これやればできるんだね、マドさん。え、じゃあ私にリクエストしていい？あ、どうぞどうぞ。マドの魔法で作ってあげますよ。なんかね、違うジュース何にしよう。あ、じゃあ魔女さんがおすすめのジュースがいいな。じゃあ私おすすめのジュース作りますね。ではまた魔法をかけていきたいと思います。せーの、チチンプイプイのプイ、おいしいジュース、おすすめのジュース。お、できたできた。はい、できた。ちょっと予想を裏切る色だったよ。なんだろうこの青い色。え、何ジュースこれ。今魔女の世界でとっても流行ってる体にいいジュース。体にいいジュース。じゃあちょっといただきますね。はい、どうぞ。ちょっとすっごいくっさい。ですか。くさい。だって体にいいジュースって何が入ってるの？そうですね、何だったかな、16種類くらい入ってるんですけど。16種類。何が？トカゲとムカデとダンゴムシとミミズだったかな。まあそんなやつ。何そんなやつ。そんなやつもうなんか16種類もいらないし。これいらないですか？いらない。
し上がるって食べれないよ。今これ拾ったよね。うん、拾ってない。拾ってないよ。いや、拾って食べれないからこれ。あ、そう。もったいないですね。ここダメだ。食べ物もダメだから、あ、なんかちょっと甘いものが食べたくなった。あ、甘いもの食べたいですか。買ってこよう。ありますよ、甘いもの。ちょっと待っててください。すぐ出ますから。あると思う。ほら、最近人気のタピオカ。よかそういうなんかつぶつぶしたやつあるんで、私大好きなのタピオカ。はい、あ、はい、タピオカ。なんかちょっと嫌な音がする。何何、カラッカラッといってるよこれ。え、だってつぶつぶだし。つぶつぶはつぶつぶだけど、これタピオカじゃないよね。黄色い硬いつぶ、何これ。トウモロコシ。トウモロコシかも。トウモロコシ硬いし、これ歯折れちゃうよ食べたら。でもそれおやつになるって聞いたから買ったんですけど。おやつに、もしかしてこれポップコーンに。なるってやつ。あ、ポップコーンのためなのですか。そっかそっか。ね、ポップコーンにするってことはフライパンがあるんだけど、いるんだけど、フライパンある。あ、フライパンならありますよ。あ、じゃあポップコーンにしてもらおう。これお願い。で、フライパンに入れて。あ、いっぱいあるよ。結構いっぱいあるんですよ。やった。で、これを出して、どうするのとか言ってるよこの人。出して、知らないの、うん、え、フライパンにこう火をかけて、火をやったらファイヤー。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤーよ。ないよ。ないの。だって火事になるとないじゃないですか。ちょっと待って、喫茶店でさ、トウモロコシの粒売ってる方が危険だよ。じゃあ魔法で火を出して温めてポンポンさせようと思うんですけど、ものすごい力がいると思うんですよね。なんでもしよかったらお客様も一緒に魔法を唱えてほしいんですけど、3回唱えてもらえますか。3回チチンプイプイのプイって3回言ってください。ではいきます。せーの、チチンプイプイのプイ、チチンプイプイのプイ、チチンプイプイのプイ。できたー。ほら、できたー。すごいよー。やればできるじゃん。超やればできるわ。じゃあちょっと食べてもいい。どうぞ。よく考えたら、こんな上手にできてるけどさ、なんか怪しいんだよね。怪しい。なんか今までのことを考えると怪しいので、タクシー食べて、先に。やです。食べて、食べて、食べて。だってその豆結構昔に買ったやつだから、食べたくないんですよ。結構昔ってどれだけ?10年とか。10年、ちょっと10年無理かな。もう買いたくなっちゃう。10年無理そう。無理、無理、無理。で、なんかお腹強そうだからね。いやでも強くても無理だわ。もういらないよ。そうですか。ちょっとポップコーンもダメだったら、ほんとになんかもう何もかもここの喫茶店ダメだわね。私ね、腹渡りへ繰り返ったから、コーラ買ってくる。そう。コーラですね。コーラ。コーラが飲みたいんですね。わかりました。コーラ作ってあるんですよ。コーラって作れるの？手作りコーラなんですよ。ほんと。ちょっと待っててくださいね。何も信用できないよ、これ。はい、コーラ出来上がり。え、いっぱい作っちゃったんで。ちょっと見せて。いっぱいどうぞ。ちょっと待って待って、コーラって、コーラって泡がシュワシュワって知らないの？泡？これただのさ、お茶じゃないの？なんかさ、泡がシュワシュワって出るんだよ。シュワシュワがいるんですか？これにシュワシュワが欲しいんです。もちろん。わかりました。シュワシュワ出してあげますよ。魔法の力で大丈夫です。いっぱい出ますからね。じゃあ、いっぱいだ。本当かな。今からお水を入れた後にこの発射台にロケット
これいつ飛ぶかわからないんで、ここよく見ててくださいね。ここよく見るんだね。わかった。ちょっと、では、お水を入れます。お水を入れて、出して、セット。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。